もうそんな風に考えない。はあ、はあ、吐く息が真っ白ずら。さすがは北の国ずら。セイントスノーからクリスマスライブの招待が届いた時は夢かもって思ったけど、やっぱり夢じゃなかったずら。でもあなたと一緒に函館の街を歩いているとやっぱり夢みたいって感じちゃうずら。クリスマスどころかな、街のあちこちでイルミネーションがキラキラしていて本当に綺麗だよね。そうそう、今日のステージもすっごくクリスマスって感じがぎゅーって詰まってて、とっても素敵なんだよ。まる、あんなに大きなツリーは初めて見たかもしれないずら。ツリーの周りにはプレゼントのオブジェもたくさん置いてあって、まるたちが本物のサンタさんになれちゃう気がするね。え？なれると思う？確かに衣装はサンタさんっぽいけど、プレゼントのオブジェに本物のプレゼントを忍ばせてみんなにサプライズするの？それはすごいアイディアずら。それができたらきっとみんな喜んでくれそうだよね。よし、今から早速準備ずら。